キャーイ。そうそう。え？でもなんか。ああ。いやあの。だね。はい。うん。え？ドア！あ、本当だ。ま、あれ？ああ。ええ？ああ。やれやれ。うん。殺す。いやあの。はい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 、いいっすか、いいっすか。うん？何？ふ、一言だけ言っておく。あ？ふ、いいか。ちょっとやめてよ。うん。うん。明日早いって言ってました。はい、改めまして明けましておめでとうございます。明日早いからやめて。正月の方の、新年一発目、新しいイベントも始まってます。金河新年、今年こそワンチャンあるよね。お、すごい、なんか可愛いんだけど、なんか痛いの腹も全然痛いし、イベント始まって、まあちょっと、一日経っちゃったんですけどね。収録日は1月2日なもので。新品には刺激が強すぎるだろう。すごくいい天気。散歩日和だな。あー、圧迫する、圧迫してる、圧迫してる。これはまずいね。もう何？パンパンだよ、パンパン。お、いけるね。いい、消すよ。こと、こっちはまだだ。もう一なんかいけるか。あ、いけるね。よしよし。なんか効果音が出てないんだけどな。思った効果音が出てないんだけど大丈夫かな。天気、あ、船つった。違う違う。よし。へこみ。うん。あ、女子末。はっはは。寝よ。ああ、なるほどね。今回も、今回は骨かな。これはやっといていいな。ありが、特大サヨナラホームラン。ミルコードアップ。あ、早速ゲット。今回はそうしようかな。ああ年末年始でね、結構ダイヤがもらえたので先にガチャしたいな。出てくるか分かんないですけどね。うわ、何この福袋は。で、さっき、お写真見てなかったのよ。バーっと流しちゃったから。改めて確認しよう。新春福袋2018、優勝ダイヤで引けるやつだよね。こっちか。はあ、はあははあ。ミッションダイヤ、全部フルボイスなんですね。一番上を購入すると全員ゲット。はあはあはあ。
でも2人、松でも1人。門松門松って聞くと種松さんの門松思い出すんだよな。福袋4000。はあ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 。アイテムの中に鎌ないんだねヘルメットとチェーンソーしかないんだ。鎌欲しいな。4000か優勝4しかないな ビントガチャこれか。これは違うもんな。フルストーリーはついてるけどフルボイスじゃないしな。ここかな。引ければいいけど 6% なんだよな6% 引く。まあでも引けることに望みをかけて運試し的な感じでね、いきましょう。お、チラ見せしたね。あ、引けたんじゃないか。なんで兄弟なのに正月系なんか一体引けた感じだね。もしかしたら、もしかしたらね。まずトッティのジャージー、これ持ってる。レベルアップ。ん、戦闘だ。あれ、あっゲンシマツさんうほほうほほの十始末のゲンシマツさん来たよ追加されたんだけど引けなかったんだよな。あ、これは銭湯だね。チョロマツ兄さん、はあ、あったまる。覚醒だね。やればこんなに成長できるんだ。はあ、だいぶだいぶ露出がすごいね。まあ、あれほどじゃないけど。これは中島、はあ、はあ、これは一応2話の、あの1期2話のやつの再現ですね。やばいよ。これは持ってる。ブラック工場。ああ、かぶるのね。こっからか。来た。激レア来たー。お、正月来た。大事にしてくださいよ。正月来た。はあ、チョロマツ兄さんか。あれ、カフォーなのかなカフォーのだるまなのかな。お、あったかい。ジューシマスが、ジューシマス飛んでるね。あ、そっか、持ってたのか。おー。ってことは、若葉松で覚醒したな。これは美味しいんじゃないかこれは美味しいよね。引けた引けた。はあ、よかった2倍期間だからよかった。じゃあ早速着替えましょう。どこだよし、あった。着せ替え。出てないのはおそ松兄さん出てないんだよな。出てないんだよな。そこはするしよ。トッティ、トッティがジャージをだからどうしようかな。どっちがいいかな。
無意識にこうふわっと順位つけちゃってるよね。14話トドマツのラインだ。仕事探せって。あジャージね、ミキイメージだからジャージにしとこう。市松兄さんは出てないか、出てないか。金松兄さんも出てないよな。うん、出てない。ちょろ、じゃあ金松兄さんあとだ。十四松がよいしょ、ローレにしようかなローレにしようかな。これしか喋れなくなるからな可愛いんだけど。十四松です。これにしとこうさすがに喋らないのもなで、チョロ松兄さんがここから。どうもチョロ松です。幸せすぎる。こんな感じになってでもこっちかな。明けましておめでとうございます。お、喋った。明けましておめでとうございます。いいねいいねいいね。あ、でも儲かったじゃん。そろそろそのキャラやめたら。確かフルボイスだったよな。ちょっとストーリーみたいな。ちょっと出たってことで記念にね。前編しか見れないけど。ほう、フルボイスだ。もう一回欲しいけど、まあ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 いいでしょう。フルボイス、初めてのフルボイスかな。まあ正月のあれもね、フルボイスでしたけどね。正月のお知らせ、あのご挨拶も。自分の初フルボイスかな。今年は2018年か。え、もう2018年なの。やばいやばいよ。さすがになんか今心を入れ替えるラストチャンスって感じがする。とにかく今日からでも何か始めないと。とはいえ新年早々はハロワだって休みだし、どうしようかな。そうだ、書き初めだ。正月らしいし心を入れ替える最高のイベントだよこれ。そうと決まれば早速準備しよっと。準備はできたけど、悩むな。習字なんて小学生以来だし、普通は書き初めってどんなこと書くんだろう。チョロ松兄さん何してるの。あ、トド松か。ちょっとね、書き初めをしようと思ってさ。はあ、またそんなこと始めたの。なんだトド松、大声出して。何かあったのか。あ、おそ松兄さん聞いてよ。チョロ松兄さんが書き初めするって言い出してるんだよ。うわぁ、正月からそういうの勘弁してほしいわ。正月だからしてるんだよ。っていうか邪魔しないでくれる。あ、うん、ほら行くよ。おそ松兄さん、どうせ有言実行なんてできないくせに形から入るのが好きだね、ほんと。うるさいな、暇人はあっち行ってろ。へいへい。さて、邪魔者もいなくなったし真剣に考えよう。はあ、フルボイスはいいねいいね、聞き入ってたただこれはあくまでも自分の聞いてる感じなんですけど、トッティの声がなんかちょっとこもってた感じですね。なんか多分あくまでこれは予想ですけど、おそ松兄さんとチョロ松兄さんが一緒の場所にいて、トッティだけ別撮りな可能性が
そんな感じ。なんかね、声が、声の中、質感っていうのが、それのはちょっと違った気がする。まあ、真相は分かんないですよね。キャラが出したってことで、ちょっと、キャラのスキルを見たいな。スキル。あ、覚醒した状態だ。大丈夫だね。ここ。入れ替え。なんだこれは。シュガーミルジの生産物の生産時間を 3% 短縮。はぁ。でも、イベントポイント 20% アップもあるから、こっちつけとこう。で、ハロウィン。まだハロウィンつけたままだった。13% 高いんだもん。いないよな、13% を超える。確定しないとやっぱダメなんだよな。いなさそうだな。で、これで保存。仕事探せ。バラバラだな、服装が。これで 20% アップされているので、試しに、全部これ買ってみましょう。中止末です。アップした金額で書いてるのかな、これ。大丈夫かな、大根。足りるよね。あとで生産すればいいか。これ全部一回買って、さあ、一気に上がるのかな、これ。楽に上がってくね。おストーリー。ストーリーか。見よう。いやー、もう何？まあね。じゃ始めまーす。ないわ。なんだと。かわいそう。おそまつねえた、かわいそう。だよね。22話でも言ってたし、日記の。誰がいつコティッシュフォールドだ。ほら。僕のは、これ。マジ何言ってんだ、こいつ。ないない。自信待つ。やれやれ。マジなんなの。うん。は？全然わからん。そういうこと。ああ無理。高すぎる自己評価。なんだ。ふおい。もうここまでね。しかしまだまだ上がってくる。どこまで上がんだ。あ、動ける動ける。一気に。これは楽。20% アップだけでもすっごい楽。違う。これ前のやつ。一気に1600まで上がった。行こう。あ、トマト少ない。トマト少ないからトマトは募集。よし。
また上がるよねこれ。なんで兄弟なのに。一気に3話までいったやべえ、いいね。ないわ。そんな、ちょっと待って。うん、いやふぅ、ぷぷ、いや実は M だけどね。公式設定やばいよね。ないない、もう何、あちら振り回される市松兄さん。おお、結構楽に上がってたな。今回は結構狙えるんじゃないか、頑張れば。頑張ればね。どこまで頑張れるかは本当に。あ、揺れすぎたか。あー、まずい。与える分の餌がない。また儲かったじゃん。大根でしょ、使ったから。あとここもだ。明けましておめでとうございます。いいねもね。あと人参が足りなかったか。あと一回まずこうして、今年こそは就活頑張ります。絶対無理だろうな、チョロマス兄さんなら。まあ次の話がね、チョロマツ事変なんでね、何か来るかわかんないですけど、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらって話かもしれないですけど。仕事探せって。人参使っていいかな、大丈夫かな。ミルク、ミルク足りないな。足りないけど。これやっちゃうとな。あ、でも、もらうだけもらっちゃおうか。当局やないんだよね。なんで兄弟なのに。ここも買え、余裕買えないとな。前のイベント熱が残ってるよ。撤去。少し白くなった。マシュマロ入りココア。アップルパイ。あーあー、この辺が厳しいな。醤油はない。醤油がない。豆がね、今。あー、もういろいろ足りないな。まあでも、イベントが、イベントキャラ出てきたか、おかげで、ちょっと上がりやすいんでね。上位は目指したいと思います。なるべく仕事探せって。じゃあこの結果、これがね、この発言がライジングしないことをね載ってますけど。というわけで今回、ガチャして、じゃあ今年こそは就活頑張ります。明けましておめでとうございます。新規で、新規で、ポイントアップするね。チョロマツ兄さんが出ましたと。おめでとうございます。
今回はここまで。今年こそは就活頑張ります。